武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年も始まりました。自宅でオンラインの指導も受けることができます。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。武田塾教務部英語科課長の森田です。森田先生、はい、今回ですね、英単語とか覚えるときに、はい、こうどうしても覚えられない単語とかを、はいはい、紙に書いたりとか発音したりとか、うん、いろんなやり方あると思うんですけど、はい、森田先生がおすすめするこうどうしても覚えられない単語の覚え方っていうのはちょっと伝授してほしいなと。なるほど、はい、まず、まあ、単語帳とかでやってる人は、はい、どうしても覚えられないやつに印をつけるってやつですね、はい、僕はどうしても覚えられない単語に必ず丸をつけてたので、四角の、そうですね、四角のところをこう丸で囲んで、はい、そこも目立つようにしてですね、はい、なるほどなるほど。そこに丸がついてればこう単語帳やっていくときに嫌でもそこが目に入るので、はい、とにかく出会う回数を増やした、なるほど、ね、はい、回数大作戦、はい、テレビ CM がこう頭に刷り込まれるように何度も出会うっていうのはやったのがありますね、はい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 、そして、他にはですね、まあ、よく僕が授業とかで言ったりするのはコロケーション大作戦ですね。あ、なるほどなるほど、はい、別の符号を足してやることによって逆に覚えやすくなるっていうのはいっぱいあるんですね、はい、日本語と英語をこう対応させてみんな覚えていくんですけど、はい、そのせいで覚えられないってことも結構いっぱいあるんですよね、はい、だったらどうするんだ、まあ、特に、ね、ややこしい単語とかあるじゃないですか。イコノミックとイコノミカルとかですね、はい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 、なんだかよくわかんない、ね、はい、こういう時にもすごい役立つんですけど、だイコノミックとイコノミカルってよくイコノミックは経済のとかって覚えて、はい、イコノミカルだったら経済的なって覚えるんですけど、そもそも日本語自体が似てるし、はい、意味がわからん。イコノミックポリシーとかですね、はい、後ろにくっつけてやるんですよ、名詞を、はいはいはい、であとはイコノミカルだったらイコノミカルミールですね、ご飯っていうのをくっつけてやって、経済政策とお金がかからない倹約的な安上がりな食事、単語を足してやることによって逆に覚えやすくなるっていうのはいっぱいありますね。実用性のあるこうセットにしちゃうっていう。そうですね、はい、まあ、イコノミックポリシーって言ったら、まあ、経済政策はそれ浮かびますよね。安上がりな政策ってないわけじゃないですけど、確かに確かに、ね、イコノミカルミールって言って、はい、経済の食事っていうのはやっぱ絶対おかしいので、はい、そういうふうにくっつけてやることによって覚えられなかったものがいきなり覚えられるってことは結構いっぱいありますね、はい、なるほど。例えばなんですけど、これ、まあ、システム英単語とかだったらなんかそのミニマルフレーズって言ってセットになってもらったりするじゃないですか、はいはい、自分で作るのはちょっと難しいと思うんですけど、はい、例えばそれどうや何で調べればいいとかっていうのはあったんですか。辞書で大丈夫です、はい、で日本の英和辞典というのはですね、はい、非常に優れていてですね、はい、いろんなフレーズや例文を載せてくれてるので、はい、あ、これだったらくっつけて覚えられるなっていうのを見つけるっていうのはすごく使えますね。なるほど。本当に紛らわしい単語とか、はい、どうしても覚えられない単語をそれを辞書を引いて覚えやすいフレーズを持ってきて、そうですね、もうそれをセットで紙に書いてこうまとめて覚える訓練しちゃうんです。そうですね、まあ、もしくは単語帳にも書き込んじゃって、はい、このフレーズでってやるとか。なるほどなるほど。やっぱ仲間をくっつけると覚えられるってこと結構ありますね、はい。いや、それこそでも森田先生にコロケーション講座みたいなのやってもらいたい人もいるかもしれない。ああ、そうですね、この単語こうやって覚えるといいよみたいな、はい、あると思います、はいはい、っていう声もひょっとしたらコメント需要あればやっていただけるかもしれないんで、はい、もしですね、あの覚え方困っている人あったら今回の森田先生に参考にしてもらえればと思います、はい、今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん、武田塾高松校の動画、概要欄から見てください。